どうも、しまべです。今日は、日本人が知らない Facebook の強さというタイトルでやっていきたいと思います。GAFA というのがありますが、まあ、その中でも Facebook だけちょっと弱くないかという声があるかと思いますので、Facebook の本当の強さというところを、僕が解説していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まあ、現在のちょっと強さがどんぐらいかというところを見ていくんですけれども、時価総額でいうと55兆円あります。まあ、これがどんだけでかいかっていうと、例えば最近、Yahoo と LINE が経営統合しました。それどんぐらいの時価総額になるかと言われると、まあ、3兆円と言われてます。で、Facebook はですね、その20倍近くあるわけですね。まあ、そこからもFacebook の強さがわかるかと思います。そして、まあ、この時価総額というのは、まあ、世界で5位ということで、皆さん、上4つが何があるかご存知でしょうか？まあ、IT 業界の人だったら、まあ、これはすぐ答えられるようになってほしいんですけれども、5社とは4社ですね。こんな感じです。アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグルと、名だたる企業があるわけなんですけれども、それについて Facebook が5位ということになっております。で、なんで Facebook がこんだけ、こういう名だたる企業と一緒に評価されてるのかというと、やっぱりですね、ユーザー数の多さが、半端ないです。で、どんぐらいのユーザー数がいるのという話なんですけれども、グループ全体の MAU ということで、まあ、グループっていうのはですね、Facebook 以外のサービスも、Facebook はいろいろ持ってますから、まあ、そういうのを含めた全てということですね。で、MAU っていうのが、まあ、マンスリーアクティブユーザーというやつで、まあ、月間のユーザー数です。で、DAU っていうのはデイリーアクティブユーザーで、まあ、日々のユーザー数ですね。で、この MAU の方を見ていくと、28億と。いうところで、世界の人口がだいたい77億と言われてますから、3人に1人以上の割合で使ってるわけですね。さらに DAU を見ていくと、16.2億と、半端ない、ユーザー数です。世界のですね、5人に1人以上が、毎日 Facebook の何かしらのサービスに触れているというところで、もう半端ない数字だと分かっていただけるかと思います。日本の人口が、1億3000万、4000万ぐらいですから、本当にとんでもない規模だというのがわかるかと思います。で、なんでこんだけいるかっていうと、もちろん Facebook 自体も強いんですけれども、Facebook が持っている、買収した企業が強いんですね。で、その2社、ご存知でしょうか？まず1社1社見ていくと、Instagram ということで、もう若者大流行の Instagram です。Facebook はちょっとビジネスマンが結構日本では使ってるイメージがあって、まあ、あんまり使われてないイメージがありますが、まあ、インスタグラムはすごい使われてますね。インスタグラムはちなみに世界で10億人いるということで、インスタグラムだけでも半端ない数字なんですよね。そして、あと一個。こっちがですね、インスタグラムより実は強いんです。WhatsApp ということで、これ結構日本人には馴染みのない企業かなと思います。簡単に言うと、LINE みたいなメッセンジャーアプリです。で、Facebook はですね、Facebook メッセンジャーというメッセンジャーアプリも持ってまして、WhatsApp と合わせて2つ持ってるわけですね。で、ちょっとこちらの図を見ていただきたいんですけれども、これはですね、国別の、どんなメッセンジャーアプリが使われているのかという内訳になります。で、例えば黄色いところが LINE なんですけれども、日本とタイと台湾で流行っております。で、注目すべきは、青と緑の範囲ですね。緑が WhatsApp で、青が Facebook メッセンジャーになります。とんでもないぐらいの国で使われているのがこの図からもわかるかと思います。LINE がですね、3カ国で使われているんですけれども、Facebook はですね、なんと200カ国以上で使われているわけです。そういうことを考えても、Facebook がどんだけ強いのかっていうのがわかるかと思います。はい、ということで、Facebook がですね、どんだけユーザー数がいるのかわかっていただけたかと思います。そして、今後 Facebook はどういう取り組みをしていくのか、未来の方もちょっと見ていきたいと思います。まずは新しい取り組みということで、3つのサービスがこれから出てきます。もうすでにですね、試験的に導入しているところもあるんですけれども、とりあえず見ていきましょう。 Pay、ニュース、デーティングということで、これ Facebook Pay、Facebook ニュース、Facebook デーティングというようなやつです。 Facebook Pay はですね、決済サービスで、Facebook ニュースはニュースですね。で、Facebook デーティングが、Tinder のような出会い系アプリになります。こういう28億人のユーザーに対して、こういうサービスを始めていきますよということで、これらもですね、かなり流行っていくんではないかなと予想されます。そして、仮想通貨ということで、これは結構聞いたことある人もいるんじゃないかと思います。Libra という仮想通貨を Facebook は発行予定です。
このリブラっていう仮想通貨はですね、今までのビットコインとかイーサリアムとかとは違って、価格が安定していると、価値がですね上下しづらいんですね。ビットコインとかイーサリアムっていうのは、仮想通貨とは名ばかりで、結構その価値の上下が激しすぎて、普段の通貨としては使えないと言われていましたが、リブラはですね、そこをですね解決している仮想通貨になります。でどういう仕組みで、解決しているのかっていうのは、ちょっとこれを話すと1本分ぐらい動画ができちゃうので、すでにですね中田敦彦の YouTube 大学の方で取り上げてますので、そちらをご覧ください。下の概要欄にも貼っておきます。とりあえずですね、リブラっていう仮想通貨が非常に強いので、もうこれがですねもし流行っちゃったら、Facebook はですね GAFA の中でも頭一つ飛び抜けるかもしれませんというようなサービスになっております。そして、Facebook のフルリニューアルということで、Facebook がデザイン含め、大刷新を行っているということです。 Facebook がフルリニューアルしたら、どうなるかというと、めちゃくちゃサイトが速くなって、デザインもモダンになって使いやすくなります。もうすでに28億とか、ユーザー数がいるので、それがですね、めちゃくちゃ使いやすくなったら、どんだけのインパクトがあるのか、分かっていただけるかと思います。サイトがですね少し速くなっただけでも、離脱率というのは非常に落ちると言われています。またショッピングサイトとかだったら、サイトのスピードがアップするだけで、購入率が高くなるとか言われていますので、Facebook がですねさらにサイトが使いやすくなったら、それなりのインパクトがあるんじゃないかなと思っております。ちなみにですね、リアクトというエンジニアリングの技術がありまして、これを使うとですね、非常にサイトが、早く、より良いものが作れるんですけれども、これを作っているのが Facebook なんですね。なので、Facebook がリアクトを使って本気で刷新をするとなると、非常にですね、使いやすいサイトになるんじゃないかなと、エンジニア目線からも予想しておりますと。で、いつ発表されるのかっていうところなんですけれども、すでに新デザインの方は公開されていて、調べれば、Facebook 新デザインって調べれば出るんですけれども、いつリリースかっていうと、僕は来年5月の F8 っていう Facebook のカンファレンスで発表されるんじゃないかなと思っております。なのでこちらもですね期待ですね。でまた VR にも期待ということで、バーチャルリアリティ、新しい技術として注目されてます。その VR 分野においても Facebook は非常に強いと言われてます。なぜかと言いますと、また買収した企業があるんですけれども、ここが非常に強くてですね、聞いたことあるかと思います。オキュラスという企業を買収しております。このオキュラスという企業は VR に特化したアメリカのテクノロジー企業なんですけれども、もうすでに Facebook のですね傘下に入っております。で Facebook はオキュラスと協力して、第二の現実世界と言われるものを VR 内に作ろうとしています。それがFacebook Horizon ということで、これですね、新しい VR のサービスとして非常に注目されています。日本だと、ソードアートオンラインとか、VR の中で、実際にもう生活してるような感じで、結構人気があるかと思いますが、そういう世界がもしかしたらやってくるかもしれないというようなやつになります。今のところですね、VR っていうのは、ハードウェアの技術が追いついてないのが大きいのかなと思っていて、例えば、重いだとか、あとはずっと充電をつながないといけないとか、そういうハードウェアの制約で流行ってないかと思いますが、これから技術が進歩していくことによって、VR のデバイスもより進歩して、VR が流行っていくんじゃないかなと思ってます。で、そこにですね、刺さるサービスということで、Facebook Horizon、Facebook が先手を打って出してるわけですね。もう来年ベータテスト開始ということで、非常に注目が高いサービスですというような感じで、Facebook のですね、新しい取り組みの方も見てきました。すでにですね、Facebook はこんだけユーザーがいて、強いんですけれども、このユーザーに対していろんなサービスを出したり、VR においても新しい革新的なサービスを出したりということを Facebook は始めようとしているわけですね。はい、ということで、駆け足にはなりましたが、Facebook の強さの方を見ていきました。Facebook は GAFA の中でもちょっと弱いとか、結構思われがちかもしれませんが、個人的にはですね、Amazon よりも強くなる可能性があるんじゃないかなと思っております。というのもですね、Amazon とかの、EC っていうのはですね、他の企業でも大体できるかなと思っていて、例えば Yahoo ショッピングとか楽天とか、ヨドバシカメラとかもそうかもしれませんが、なくても最悪生活できるのかなと思っております。一方ですね、Facebook のですね、Instagram とか、Facebook、メッセンジャーアプリとかっていうのは、やっぱり一度もう使われたすと、もう他の企業が追いつきにくいというようなサービスになっているので、将来的にもずっと使われうるというところがあるかと思います。なので、Facebook はですね、今後も躍進していくんじゃないかなと考えておりますというところで、今回の動画は終わりにしたいと思います。今後の Facebook に期待ですね。
はい、ということで、今回の内容がいいと思ったらいいねの方ぜひよろしくお願いします。またこのチャンネルでは今回のような IT 業界のニュースに加えて、まあ、プログラマーになるにはどうしたらいいのかとか、まあ、IT 業界のおすすめの企業とか、まあ、そういったのも配信していく予定ですので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。